どこかへ行きたい。なんだよ大丈夫かよ。今年の夏、夏っぽいこと全然できなくて悲しいのよ。プールにも行けてないし、スイカ割りだってできなかったし、花火大会も見てないし。まあ、ゲリラ豪雨とか台風とかで天気悪い時も多かったもんな。あと純粋に暑すぎたしな。もうこの際どこでもいいから旅に出たい気分よ。そんな霊夢におすすめしたいのがメタファーの最新情報だ。なぬ。先日メタファーの世界観や旅についてフォーカスした情報がアップされたんだぜ。そういえばメタファーの旅に関する部分ってまだちゃんと発表されてなかったわね。今回の情報でよりメタファーの世界観が感じられて非常に良かったので一緒に見ていこうと思うぜ。ワクワクです。それじゃあ今回もゆっくりしていってね。アトラス35周年なんだね。目的地は西の国、オセアナの首都ブライハーベンだ。できるだけ大きな害獣の首を飼って期日までに指定の場所へ来ること。となると、なんか物騒。次の心配は怪物狩りの獲物ね。心配するな。あとどうやら大きい怪物の首を取ることを競っているようだ。ミッションってことね。首都のブライハーベンまでどれくらいだ？4日ってとこだ。自慢じゃないが、速さに関してはおそらく世界一だ。しばらくは街道を進むからゆっくりしとけ。どこにしようか。過ごし方が自由に選べるのか。面白そう。バンジー。ここも食材が豊富だな。大砂虫の幼虫の丸焼きだ。どこのネムシ？不思議な食感だが、どんな味がするんだろうな。そろそろ仕事に戻りましょう。よし、作戦実行だ。アイザメ出てこい。なんだなんだ。姿を見せろ。起きてきた。うるさいエムロ。そもそもお前ら競技会のお題を分かってるか。怪物の首の大きさを競うって話でしょ。その気にされてるのかわよ。そんな区別もつかないんじゃ、どの道か出てこない。今のお前にはジュナちゃん、心強い仲間がいるだろう。俺たちだって乗り越えてきたんだ。これまでの力を信じよう。なんか海すごい。私たちが世の中だと思ってた景色って、球体のような水が浮かんでいたな。なんてちっぽけだったのかしら。この世界には悪党が大勢いるんだ。君が勝つための戦略に本気で協力してあげよう。そうやって仲間や支援者たちが増えていけば、君の力はより磨かれ高みへと近づくだろう。俺は、あや、なんか気分が。でしょ。何食べてんのさ。酔っ払ってるようだな。力や地位、そして強い主君が必要だとずっと思っていたが、本当に必要だったものは仰ぎ見る主君ではなく友人だったのかもしれん。はい、ダメケはよ。どっかに仲間だ。一緒に旅した仲間、共に大切なものを守りたいと。だいぶ仲間が増えてきたわね。どうすだ。パーティーって感じしてきたな。世界を変えたいのなら旅に出るのです。己の使命を探し出す旅に。めっちゃ面白そうやんけー。すごい、すごい。がぜん発売が待ち遠しくなったよな。メタファーって旅をテーマにしてるって聞いたけど、予想以上にいろんなところに行けていろんなことができそうでワクワクが止まらないわ。なんていうか早くこの世界に飛び込んで冒険したいって気持ちになった。アトラスは基本現実世界を忠実に再現しているゲームが多いが、今回は完全にファンタジーな世界をアトラスが作っているんだ。なんというか、こうワクワクするよな。単純な西洋ファンタジーじゃなくてアトラス節が効いてて、ちょっと民族っぽい感じも入ってるし、もうその世界観にメロメロよ。ここからは気になったところを新映像も交えつつ見ていこう。今回の PV でもあった通り、より道も、道草も発見の数だけ世界は広がる。との言葉通り、メタファーでは世界各地を飛び回り様々な体験ができるようになっている。おお、今の霊夢ちゃんにぴったりのゲームだわ。本当にいろいろなことができるようになっているようだ。自由度やばそう。そう、何しても自由なんだ。主人公は自分の技能パラメーターを上げてもいいし、
クエストをしてもいいし、仲間と過ごしてもいいし、街に行ってみても OK。 各町や村で行われるアクティビティにも注目だ。アクティビティ？例えば古城の町マルティラだったらバンジージャンプや乳搾り体験ができるし、こちらの町ブライハーデンではイケス料理の店があるようで、実際にイケスから釣って料理を楽しめそうだ。これはペルソナシリーズおなじみの釣り要素？釣りめっちゃ好きだから嬉しい。もちろんメインクエストがあるのでそれは最優先となるが、目的地にたどり着くまでの間、外戦車の中で仲間たちと過ごす日常行動、ペルソナシリーズと同じかそれ以上に自由に行動を決めることができる。目的地には一瞬で移動するんじゃなくて、移動中の行動を楽しむのはメタファーならではよね。外戦車の中では一人で読書したり、仲間たちと語り合ったり、料理を作ったり、いろいろなことができる。あと甲板の上で樽風呂に入ることもできるぜ。お風呂いいわね。まずは一人でお風呂に入りたいかも。一人でゆっくり樽風呂に入るとリフレッシュできそうだな。キャンプ感ある。各地で買える入浴剤を入れるとまた効能が違うみたいだから、ここもいろいろ試したいところだな。ペルソナ5の戦闘を思い出すな。私が気になったのは仲間との料理かな。一体何を作ってくれるのか興味があるぜ。キャラごとに得意料理とかも違う感じ？ペルソナ3の時もあったけど、こういうのいいよね。個人的にすごく気になるのは、ハイザメがふみふみして作る謎の料理だな。うどんかな？コラボカフェとかあったら食べてみたいな。異世界飯感があっていいよな。メタファーで出てくる飯はどれも不思議なものが多いから、見てるだけでも楽しそうだな。巨大なコロネみたいな昆虫の丸焼き出てきたわ。今流行りの昆虫食だな。虫か、でもちょっと食べてみたい。あとは酔っ払ってしまう謎の青い果実とかな。ダンジョン飯感ある。全然味の想像がつかないのもなんか楽しい。さて、各種アクティビティや仲間たちとの交流を経て、パラメーターがどんどん上がっていったと思うが、このパラメーターを上げておくことで、新しい支援者フォロワーと交流ができるようになる。ペルソナで散々見たやつ。早速こちらの女性に協力を仰いでみよう。見識が2に上がったことで話しかけることができるようだ。おや、褐色美女、ぜひお近づきになりたい。これもペルソナおなじみの魅力や勇気があるから話しかけられた。みたいなやつにつながるのね。ペルソナを遊んでいた人は、おう、これこれと思うんじゃないかな。ねえ、マリサ、メタファーってさ、やっぱりファンタジー版ペルソナじゃねえか？ここめっちゃペルソナ。いやいや、ちゃんと新しい部分もあるから。でも、まあ、ペルソナをやってると入りやすい部分は確かにあるかもな。さてお次は、ファンタジー作品ならではのグロメダンジョンをご紹介。グロダンジョン？怖いけど興味あるわ。今回、メタファーではファンタジー RPG ということで、従来のペルソナシリーズとは一味違ったダンジョンも登場するとのこと。うわぁ気持ち悪い。なんと巨大なワームの体内もダンジョンの一つだそうだ。ゾワゾワしてきた。でもこういうの嫌いじゃないわ。過去の女神転生シリーズでは悪魔オーカスの体内に潜入して寄生虫パラサイトを倒す、なんて展開もあったが、あれを彷彿とさせるよな。なんか敵もグロい。サブ、メインと合わせてかなり数多くのダンジョンが用意されているようなので楽しみだな。放課後悪霊クラブみたいなトラウマダンジョンがありませんように。お次は気になる新キャラを見ていこう。前回は、踊り子のジュナや不思議な生命体ハイザメや老戦士のグライアスを紹介したが、今回仲間になるのは、ユーファと呼ばれる金髪の少女。女の子ね。道の島ビルが島で出会うことになる主人公のタリの仲間である。めめめめめめ。第三の目がついちゃってますけど。なんと、彼女額に第三の目を持つ特殊なキャラクターである。ひえいじゃん。悠々白書やめろ。ミコさんとかそんな感じかしらね。完全に妄想だが、民族間の吉兆を占ったりする巫女なのではと思うぜ。その第三の目で未来を占ったり予知したりするのかな？そんなイメージがあるぜ。ジュナはお姉さんキャラだったが、こちらのユーファは女の子らしい懐っこい性格のようで、青い実を食べた時に楽しそうにしていたのが印象的だな。女子会映像。仲間はだいぶ揃ってきたわね。これで全部かしら？あと一人くらいいそうな気もするが、どうなんだろうな。さてここで霊夢へ質問だ。え、何？アトラスといえば、何を思い出す？え、なんだろ、悪魔？それとも尖った世界観かしら？アトラスといえば、覚醒、だろうが、ペルソナシリーズをはじめアバチュなどでも覚醒のシーンがあるが、
メタファーでもアーキタイプに目覚める、覚醒シーンが存在する。その覚醒シーンがマジでアトラス節が最高に効いていて、史上最高にロックだなと思ったのでぜひ見てほしい。気になる。では仲間の一人であるストロールの覚醒シーンをどうぞ。どこまでも腐ってやがる。貴様のようなクズ、命に変えても許さん。お何時、離婚に明かりし人に憂いを抱える旅人。こいつ、脳に直接。あなたがまた道を選ぶときです。何時、王道を照らす輝ける星へ目覚めなさい。貴様に見捨てられればすごいオーラ。もはや行き場はない。けっこんなところでしくじるわけにはいかんのだ。貴様らに現実を叩き込んでやる。現実だと。力ある者が義務を果たさず罪なき者が死んでいく。そんなものが現実なら俺が全部壊してやる。うわ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 、心臓ぶちした。我が名はレオストロールダ・ハリエイト。民も領地も家族すらも今はない。残ったものはただ一つ、この身に流れる貴族の血。貴様ら悪を打ち滅ぼす尊き者の使命だけだ。なんかわからんがかっこいい。そして目覚めた初期アーキタイプはファイターとなる。うおおおかずちょえー。来い、正義を叩き込んでやる。めちゃくちゃかっこいいんですけど、ただ心臓ぶっちーは驚いたわ。覚醒した時に自らの腕で胸を貫き心臓を摘出するショッキングなシーンだが、なんと心臓がマイクのような形覚醒器となって発言する。それに向かって己の覚悟を演説することにより自分のアーキタイプが目覚めるという流れだ。なんだって心臓ぶっちーからのラップバトル。アトラスさん、覚醒シーンが毎回超進化してる。これを見た瞬間アトラスがまた始まってしまったと思わずにはいられなかったぜ。やっぱすげーよアトラスはさ。他のキャラも覚醒時に一体どんな演説をしてくれるのか期待が高まるぜ。さて、メタファーの最新情報は以上となるが、ここでちょっと面白い小ネタをご紹介。何々気になるんですけど。霊夢はメタファーの主人公が誰かに似てると思ったことはないだろうか。モルガナかな。なんでだよ、全然似てねえよ。逆にどこが似てると思ったんだよ。メタファーの主人公、なんとなくペルソナさんの主人公のキタロウに似ているよな。あ、そういえばそうね。キタロウが異世界転生したのかなとか一瞬思っちゃったわ。そう思ったプレイヤーの人は結構多かったらしく、メタファー生放送の開発者にインタビューコーナーでこの話題が取り上げられていたぜ。メタファーの主人公は B さん主人公と見た目雰囲気がどこか似ている印象がありますが何かつながりがありますかってな。まさか本当に何か関係があるの。結論から言ってしまうと全く関係ないとのことだったぜ。ズコー。まあそれはそうか。デザイナーの副島氏によると偶然似てしまったとのこと。副島さん青色が好きなのかしらね。副島さんが好む形状の主人公像だったようだな。そういえばここ直近で発売されるアトラス作品の主人公はみんな青色の髪の毛だったわ。というわけで鬼太郎と旅の少年は全くの無関係というのが公式からの答えでした。ちょっと期待しちゃったじゃんか。ただ、メタファー自体が東京の存在を匂わせていることから、何かしらのアトラス作品のつながりを感じさせる場面が今後出てくる可能性はあるんじゃないかと。アトラスファンとしてはそこも気になるよね。このチャンネルではアトラス作品の最新情報や解説動画を定期的にアップしていってるぜ。よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter とかもやってるからそっちも登録よろです。しなくてもいいけど、もう一本動画を見ていってねだぜ。バイなら。